はいみなさんこんにちは今日プロ YouTuber のカツッパですというわけでですねこの前赤コーダーになったので ARC がアンレイテッドになりましたウンラテドってやつですねなのでこういうふうに実況しながら解いてもいいわけですゆっくりになってもいいわけですねアここでレベラコンテスト111回目やっていこうかなと思います危ないツイッターが見えるはい構成は大丈夫ですね さて、じゃあ,あと2秒で始まるんですが、始まりました。今回の配点がですね、えー、3466810ということで、まあ10はよくわかんないけど、8ぐらいなら解けたいですよね。で、僕、普段の方がいいとかから解くんですけど、まあ、あのー、実況ですからね、A から解いていきましょう。ちょっと重たいかな。はい。A、シンプルマス2。えー、っと、ちょっと問題ですね。生成数 nm が与えられます。で、10の n 乗割る m の これ、下、えっと、ガウス記号フロアですね、を m で割った余りを求めてください。うん、ああ、で、n がめちゃくちゃ大きいので大変というやつですね。まあま、あこれの、あ,あ、そっか、10の n 乗割る m を整数、まあ、これがある整数になって、これはめちゃくちゃでかいはずなんですが、これを m で割った余りを求めてくださいということなので、うん、どうしましょうか。まあ、バッター思いつかないけど、 書い10の n 乗割る m のこれ、パーセント %m が欲しいですと。はい、これが求めたくて、十の n 乗割る m って言ったら、まあ、これは a たす b にできるわけです。で、これが整数部分、あ、整数のせがか,か,かけない。ええー、整数部分で、こうだねあ。なんか違うね。こうか。 これですね、整数部分でこっちが小数部分です。うん、で、まあ、A の %M を入れておくてで、%M でかけるってことは、要は、A は KM たす R みたいな形で書くわけですね。で、この R が求めたいって感じなんですけど、R はリメインダーの R ですね。ちょっとこう,こうやって区切っていく。はい、えー、ので、これどうなってるかというと、m かける k かける m たす RM。R m が大体まあ10の N 乗ぐらいだねってやつで,で、これより1大きいと、A がこれより1大きいとダメってことなんで、えっと、ああ、そういうことね。はいはい。えっと、ので、もう、ちょっと整理すると、整理しましょう。まず、10の n 乗割る m っていうのは、 えっと、まあ、ちょうど割り切れるときはどうかわかんないけど、まあ、こんな感じですね。で、この a、a が、この a っていうのは、10の u r m のフロアです。で、今これ、まあ、これを求めたいというか、これ %m が求めたいわけですね。で、これが、えー、っと、m る k m たす r の形でかけると。これは km たす r たす1でかけるわけですね。 というわけで、これ全体を m 倍してあげると、km 字乗プラス rm 小なりイコール10の n 乗小なり km 字乗プラス rm プラス m ということなんで、10の n 乗を、まあまあ、こういう m があるわけで、こういう k と r があるわけですね。で、こういう r を探してあげましょうということなんですが、えっと、 どうすればいいのかなえっとまず両辺 M 字上で割っていいですよね。R10 の N 乗引く K の M 字上、なり、えー、っとここは RM だす M とかになるんで、えっと、両辺 M 字上で割ってあげれば、まあ、ここって、ここはまあ M 字上を より大きいのかな R があまずこれ正ですよね。えっと、RM って正だから正というか0より大きいから R が0のことがありますからね。でこれ0以上で,で RM たす M って何ですか ?RM は,は M 未満だから RM たす M っていうのは1たす R が M 以下だからこれ M 次乗以下ですね。 ということでここ M 次乗未満です。だからこれ、これはぴったり10の N 乗を %M 次乗です。ってなったら、もうあと、まあ、こういう R を見つけるのは簡単ですね。10の N 乗 %M を M で割ったフロアを求めればいいです。だから答えは10の N 乗, N 乗を %M 次乗の M で割ったまりですね。 はい、これはモンゴメリー乗算じゃないわ、なんだっけ。まあ、早いあの、繰り返しに情報を使えばいいというか、元の乗算なんで、えー、っと、こういうのは Python 使った方が早いですね。e m a x で取り入れていきましょう。N と M をもらって、ちょっと重いね。重たい、重たい。インプット、ちょっとスプリットですね。ね、OBS 使ってるとね、しかもこれ今ノイズキャンセリングやってるんですけど、ちょっと重たくなるというのが分かってきました。 はい、で、nm でよかったっけあってますね。nm でよくて、あとは、なんだっけ、10の n 乗を m 次乗で割った余りを m で割った余りを出力すればいいんで、プリント、パワーの、えー、10の n 乗を m 字乗で割った余りをさらに m で割った余りを、あ、う、割ったし、えっ、ー、と、フロアを出力すればいいので、こうですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、こっち。はい、じゃあ、Python さん、えっと、Py ってやって、 何でしたっけ？一の二だとこれこうしてこうして一の二だとはい,い合ってる。でこれは二の七だとゼロ合ってる。これは大きい大きいけど九千十五で合ってるのでこれを停止しましょう。うんこれあはじゃ停止します。Python です。提出と。 さあ次は B 問題ですね、えー、b 問題はリバーシブルカーズ1から N の番号がついた N 枚のカードがあり各カードの両面には生成数で表される色がついてますでカード I の片面の色は AI でもう片面の色は BI です各カードについてどちらの面を表にするか自由に選べるとき表側に見える色の種類数は最大値はいくつの最大値はいくつになるか求めてくださいということなのでまあ、たくさん色があって で、えー、とできるだけカラフルになるようにしてねっていうことですね。うん、了解です。うんと、で、基本的には全部違うようになってほしいんだけど、ああ、というか、まあ、あれじゃないなんかグラフ書いてみましょうか。なんかこういうのたグラフを書きたくなるのが、よろっついですね。 えーっと、はい。どうにかこう。ここら辺に書こうか。お、あなんか,か、かつての、かつての考察が残ってましたね。何の考察でしょう、あれは。で、えー、っと、N 個のカードがあるよってことなんで、で N 個のカードがあって、それぞれ表と裏に色が書いてます。はい。で、色に、色を頂点としましょう。色1、色2とか書いてあるわけですね。 で、色1と色4が表裏になってるカードがあったら、まあ、こういうふうに辺を引いてあげましょう。で、バーってこうやって辺を引いてあげると、あげて、で、なるべく多くの、えっ、ー、と、ものが上を向いていってほしいんですよね。上を向いて、あのまあ、なるべく多くの頂点が表になるようにしたいと。で、表になるのはどうすればいいかっていう話なんですけれども、 えと各頂点にですね向きをつけてああ、各辺に向きをつけてあげましょう。で矢印が向いてる方、まあ、どっちでもいいんだけど例えば向いてる方が表だというふうにするとなるべく多くのやつが、えー、向上向いてるようにしたいですよね。はい。でどうしたらいいでしょうって話なんですけどもまあ基本的にはえっ、ー、とほとんど全部違うようにできるよね。えっ、ー、と、まあ、まず木の,木の時考えてみましょう。 はい、木です、まあ。木があったらこれは簡単で下向きに全部つけてあげれば、えー、と全部違う色うになります。うれしい。で、えー、と超各色の連結成分を考えるとそれの最小全域取ってきてあげてすれば、えー、とこういうふうにつけますからどの連結成分も全ての色が上を向けます。ということでえっ、ー、と 連結成分の数考えてあすべてじゃないんだねこれあーなるほどうまくできてるねでべてのないからこういうことができるわけねはいはいはいこういうのができるとあオッケーオッケーよくわかりましたのでえー、っとはいじゃあ考えましょう木木の時は まあ連結成分って木か木じゃないかどっちかで、木の時はループがないので、えっ、ー、と、N、n-v-1 個です。で、えっ、ー、と、木じゃない時っていうのは、あのー、ループがあるわけですね。で、ループ1個選んであげて、残りは適当にこうくっつけてあげると、えっ、ー、と、これでファンクショナルグラフが作れます。まあ、トゥルフってやつですね。だからこういう時は v 作れます。だから連結成分を全部見てあげて、えー、頂点数を見て、えっ、ー、と、v と右を取ればいいんですね。はい。 ということでそうです、連結成分ごとに、あの、minv と h ですね、v えー。辺の数と頂点の数の min を取ってあげたやつで OK です。はい、じゃあやっていきましょう。というわけで、連結成分考えたいから、あれを使いましょう。えっ、ー、と、なんだっけ、素集合をくっつけるデータ構造。 こういう時に ACL で便利なんですよね。N と M があって、ポインパイは0、I は N。あ、M って何 ?M って何だい ?M ないね N。N だけだね。で、4万頂点ですね。40万頂点か。まあ、なんでもいいんですが。はい、えっ、ー、と、だから、アットコーダー、ESU の、まあ、ユニオンファインド、40万頂点で4、4, 4、12、3、4、5かな。あ、12、3、4、5、12、3、4、6。 12345だから、44なんで、こうですね。はい。で、これが出来上がりまして、であとは、E、A、B ってやって、えっ、ー、と、UF とマージ、A、B ですね。これで良いかな。なんか、自己編があるんだけど、多分気にしなくていいよね。さっきの議論、あんまり、なの自己編がないとか、使ってなかったと思う。 で、あとはすべてのグループについて、<noise> フォートああどうしよう、えっ、ー、と、辺の数を数えたいから、んと、ディグリーを立ち上げましょう。えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ユニオンファイナルだと辺の情報が減っちゃうんだけど、えっ、ー、と、各頂点の時数を覚えておけば、握手の定理から辺の数が分かります。握手の定理覚えてますかえっ、ー、と、時数の総は、頂点のあ、辺の数の2倍になるってやつですね。というわけで、デ e g r を覚えておく、えー、やつを 作って、forAuto で、すね。で、アンサープラスイ個ー辺の数が欲しいので、インと E は0にしておいて、4とノードインチして、 e プラスイコール、まあ、ノードだからようにしとくか。ノード。えっ、ー、と、e プラスイコール、デグカットノードですね。で、e は絶対グースなので言われて、で、アンスプラスイコール、min e と g s サイズです。はい。まあ、もうちょっと手に入ると、e が e.size で、g s サイズだから、これで頂点数と辺の数のちっちゃい方を出していると。で、最後に、アンスを出力してあげればオッケーで、アンスがデグタルトにんで、こうですね。はい。全部ロングロングにしなくていいはずです。えっ、ー、と。 はい。じゃあ、ちょっと試していきましょう。おコンパイルが遅い。頑張れ、頑張れ。この間ねコピペ。えーっと、これは読んだそうですが。あれ、そんなに重いあ、N と M もらおうとしてるから。M はないよ。はい。こうですね。頑張れ。なんか、今、パソコンがフーフー言ってるんですよね。あのノイズキャンセリングしてるんで分かんないと思いますけど。 パソコンの上に保冷剤を置いてなんとかあの冷やしてるんですけど間に合ってないようですねはいでサンプル全部あったので、えー、これを提出しましょうはい、まあ、特に普通の問題でしたねというわけでちょうど13分経ったから、えー、とここで問題じゃない切りますか動画を ABC、まあの時もね大体400点問題で1回切ってますから 同じこの後が600点、600点、800点、1000点なんで、まあ、全部1個ずつかな。まあ、全部解ければ分かんないんですけどね、ちょっとゆっくりやってるんで。まあ、とりあえず B まで解けました。おめでとうございます。じゃあ次、いい問題です。お楽しみに。